お疲れ様です。カプリです。今日のはの夜ご飯は、すき家の牛丼並みです。ロナニアンさん、67歳さん、しんどそうなのが伝わってきます。辛い時は頑張ったりしないで自分をいたわってあげてくださいね。ありがとうございます。本当今日しんどいんですよね。しんどかった、今日もしんどかった。今日暑かったですね。もうそしてみわさん、カプリさん、おはようございます。調子悪そうですね。今日から5月、私も毎日すっきりせず、もやもや、風や鳥になって自由にどこかへ飛んでいきたいな。そう思いますよね。そう思うよね。私もそう思います。どこかに飛んでいっちゃう。誰もいないところに、誰も知らないところに飛んでいっちゃいたいです。久しぶり、すき家の牛丼です。5時40分。じゃじゃーん、食べるだけの動画です。口がまめんないんだよね。薬のせいかな、ごめんなさい。薬のせいなんだよね。口がまめらなくなってしまった。いただきます。美味しい。ん？味が。濃くなってるような気がする。体に優しいお弁当ばかり食べてるかな。おいしい。この動画明日アップするからね。コメントもしかしてくださった方、読まないのでごめんなさい。今日は5月1日です。5月1日の6時45分です。うん、味が濃くなってる。うん、
ほんと濃くなってるよな。何だったっけ。本当あの体に優しいお弁当は薄味なんですよ。だから濃く感じるのかな。あればっかり食べてたから。うん、6分だ。おいしい。おいしいです。またレビューします。じゃあね。